皆さんこんにちは、Bレジェンド上野です。本日もトレーニング解説ということで、腕のトレーニングにはなるんですが、上腕二頭筋でも上腕三頭筋でもなく、前腕部分の上腕筋、この辺ですかね、を鍛える種目としてハンマーカールを紹介していきたいと思います。動作なんですが、ダンベルを持ってもらって、普通のアームカールの場合、手のひらを上に向けるようにしてダンベルを上げていきますが、ハンマーカールの場合は親指側を上にしてダンベルの上げ下げを行います。でここから見るとこんな感じ。動作のポイントなんですが、重たい重量が扱えるんですが、こんな感じで体を振ってやるという、チーティングを使うというテクニックもあるんですが、最初のうちは特に、姿勢を保ちながらある程度ダンベルをコントロールしてやるということを心がけていただくのがおすすめです。あとこれも結構大事なところなんですが、ダンベルをしっかり握り込むというか、特に人差し指側、親指側の方で強く握り込んで、動作を行うようにしてください。あと握る際も拳がこういう感じで返ってしまうのではなくて、少しこれも握り込むようにして動作を行うと力が伝わりやすいです。今は両手一緒に行うような動作で説明をしましたが、バリエーションとしてはこんな感じでオルタネートで動作を行うのも一つです。体の反動を使いたくない場合、インクラインカールのようにシートに腰をかけてやるのも一つです。でダンベルを使わないバリエーションとしては、ケーブルで行うパターンもあります。ケーブルのハンマーカールについては別の動画で紹介してますので、そちらをご確認いただければと思います。部位としてはちょっとマニアックな上腕筋をターゲットにしたハンマーカールという種目を紹介していきました。特に男性であれば上腕の太さだけではなくて、前腕の太さもやはり男らしい体の一つの部位となりますので、ぜひやっていただければと思います。以上です。